Oh wait, 1, 2, 3, 4, 79.7, 5, 6, 7, 8. Gina One FM is here today. おはようございます。12月14日木曜日、時刻は8時を回りました。モーニングエイト木曜日、 FM ギナワンのスタジオから新庄由紀子が生放送でお送りします。さあ、もうね、このギノワン市の今上空がちょっと慌ただしくなってますけれども、アメリカ軍ヘリの窓、校庭に落下ということで、昨日ですね、もう本当に FM ギノワンのすぐ近くにある普天間第二小学校、米軍基地に隣接している小学校なんですけれども、その校庭にアメリカ軍ヘリの窓が落ちたということで、私実際に昨日はRBC の報道フロアにいたんですけれども、その様子がきちんとこの天気カメラでもしっかりと抑えられていて、怖いと思って、で最初どこに落ちたのか分かんなかったので、もう本当に自分の家の近くだったらどうしようとかですね、本当に宜野湾市に住んでいると、そういったヘリコプターってすごく低空飛行ですし、最近は保育園でヘリの部品が落ちたりと、もう本当にね、いつ自分の頭上に落ちてくるかわからない。そして、自分の家族がね、あとは子供がいる人にとってはね、本当に心配だと思うんですよね。この話題は、後ほど9時台のニュースのコーナーでもしっかりと皆さんにお伝えしたいと思います。さあ、そして FM ギノワンでは先週忘年会がありまして、私も参加してまいりました。忘年会、FM ギナーの忘年会初めて行ったんですが、毎週パーソナリティがこの FM ギナーは変わっていて、この曜日交代、曜日ごとのパーソナリティが集まって、そこで会話をしたり、あとはゲームをしたりとね、とっても楽しいひとときだったなという感じがしました。で、今回この忘年会を参加してよかったなと思ったのが、普段こうやってラジオだったり、あとはツイッターを通して会話をしているリスナーさんと直接お会いすることができたので、もう本当にね、ラジオを聞いている側の皆さんがいろんな意見を持っていたりして、すごく参考になったので、今回のね、この私の忘年会の目的の一つがそれだったので、すごく充実した日になりました。そしてなんかもっとできることいっぱいあるなって、ちょっとほろ酔いだったんですが、しっかりとそういうことも考えながら、はい、忘年会すごく楽しかったです。ありがとうございました。ねえ、もう12月も年末に入りまして、忘年会シーズンねえ入りましたね。本当に週末皆さん慌ただしくなっていくかと思いますが、ちょっとね、寒くなっていますんで、ぜひ体調崩さないようにしながら年末過ごしてまいりましょう。さあ、この番組では皆様からのメッセージやリクエストお待ちしていますよ。今日のメッセージテーマこちらです。贈り物。はい、贈り物でお待ちしています。クリスマスだったり、あとはお歳暮と贈り物シーズン到来ということで、贈り物にしてみたんですが、これまでもらって嬉しかった贈り物とか、あとはもらってちょっと困ってしまった贈り物で、実際にもらってすごく重宝している、長く愛用している贈り物だったり、あとは自分が送ってすごく喜ばれたものとか、逆に失敗したな、この贈り物みたいなものがありましたら、ぜひ送っていただきたいと思います。ね、子供たちがいる家庭、そしてサンタクロースの皆さんはね、今何を贈ろうかなとか、いろいろ考えてる時期かなと思いますんでね、そういった話もぜひ送っていただけたらなと思います。ちなみに私もね、子供の時はサンタクロースから贈り物があったんですけど、ミッキーマウスのお人形たちがなんかピアノを楽しく演奏して歌うっていうおもちゃだったんです。手拍子を叩いたらその音が発するんですけど、
最初やり方が分かんなかったんですが、非常にねお母さんが相当詳しくて、ん？なんでこんなに知ってるんだろうと思いながらね、いろいろ怪しんでいましたが、はい、ぜひそういったクリスマスの贈り物の話題もねお待ちしていますんで、メッセージお願いします。メールアドレスは797@fmginawan.com、 数字で797@fmginawan.com です。そしてね、今日もリクエストは洋楽でお待ちしています。モーニングエット木曜日、この番組は宜野湾市にあるメナードフェイシャルサロン、花娘、ティーラ、のいちの花の3店舗、ずっと通える場所になりたいヘアサロンカム、気持ちが伝わる贈り物、宜野湾市大山似顔絵ドライフラワー専門店鉛筆堂、沖縄の新鮮卵宜野湾鶏卵販売、ほっと一息大切な時間をジャーダンの提供でお送りします。Oh wait, 1, 2, 3, 4, 79.7, 5, 6, 7, 8, Gino 1 FM is here today! おはようございます。12月14日木曜日、時刻は8時を回りました。モーニングエイト木曜日、 FM ギナワンのスタジオから新庄由紀子が生放送でお送りします。さあもうね、この宜野湾市の今上空がちょっと慌ただしくなってますけれども、アメリカ軍ヘリの窓、校庭に落下ということで、昨日ですね、もう本当に FM 宜野湾のすぐ近くにある普天間第二小学校、米軍基地に隣接している小学校なんですけれども、その校庭にアメリカ軍ヘリの窓が落ちたということで、私実際に昨日はRBC の報道フロアにいたんですけれども、その様子がきちんとこの天気カメラでもしっかりと抑えられていて、怖いと思って、で最初どこに落ちたのか分かんなかったので、もう本当に自分の家の近くだったらどうしようとかですね、本当に宜野湾市に住んでいるとそういったヘリコプターってすごく低空飛行ですし、最近は保育園でヘリの部品が落ちたりと、もう本当にね、いつ自分の頭上に落ちてくるかわからない。そして、自分の家族がね、あとは子供がいる人にとってはね、本当に心配だと思うんですよね。この話題は、後ほど9時台のニュースのコーナーでもしっかりと皆さんにお伝えしたいと思います。さあ、そして FM 宜野湾では先週忘年会がありまして、私も参加してまいりました。忘年会、FM ギナーの忘年会初めて行ったんですが、毎週パーソナリティがこの FM ギナーは変わっていて、この曜日交代、曜日ごとのパーソナリティが集まって、そこで会話をしたり、あとはゲームをしたりとね、とっても楽しいひとときだったなという感じがしました。で、今回この忘年会を参加してよかったなと思ったのが、普段こうやってラジオだったり、あとはツイッターを通して会話をしているリスナーさんと直接お会いすることができたので、もう本当にね、ラジオを聞いている側の皆さんがいろんな意見を持っていたりして、すごく参考になったので、今回のね、この私の忘年会の目的の一つがそれだったので、すごく充実した日になりました。そしてなんかもっとできることいっぱいあるなーって、ちょっとほろ酔いだったんですが、しっかりとそういうことも考えながら、はい、忘年会すごく楽しかったです。ありがとうございましたね。えもう12月も年末に入りまして、忘年会シーズンね入りましたね。本当に週末皆さん慌ただしくなっていくかと。モーニングエイト木曜日、 FM ギノワンのスタジオから新庄由紀子が生放送でお送りしています。さあ、この番組ユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。
FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しているので、たくさんツイートしてください。そしてスマートフォンの場合は、全国から聞ける無料アプリ、リッスンラジオ、リスラジでお楽しみください。さあ、ちなみに今日のメッセージテーマは贈り物なんですが、この方からメッセージ早くもいただいています。ゆき、ゆき姫、おはよう。エコザイル出すよということで、エコザイルさんありがとうございます。もらって嬉しかったプレゼントはね、時計かなって。お、時計いいですよね。メーカーは忘れたけど、スイスの結構有名なブランドで、手軽な価格から高級なものまであるところで、多分5万から10万くらいのものだったはずということで、結構いいものをいただきましたね。5万円から10万円ってすごく高級じゃないですか、エコザイルさん。前の嫁に誕生日プレゼントでもらったけど、別れるちょっと前に、これ自動巻きでいいですかね、自動巻きが壊れてスクラップになりました。スクラップ行きになっちゃったんですね。結構高価なものだったけど、まあ別れた奥さんからいただいたものだからね、しっかりと忘れるっていう意味では、まあ、そういったところにね、持って行ってもよかったのかなーっては思いますけどね。だってね、次また新しい出会いがあった場合に、その時計があったらちょっと寂しいじゃないですかね。だからよかったかもしれませんね。うん、でもね、時計をもらえるってなんかいいですよね。一緒に時を刻んでいきましょうとかっていう言葉を添えてね。よくなんか結婚式のね、引き出物だったりとか、ご両親様への記念品とかに時計を贈る方もね、いらっしゃったりしますよね。時計か。ちなみに私も主人に時計を贈ったことがあるんですが、その時計かなり失敗しましたね。ポール・スミスが私が好きなので、いつも贈るんだったらポール・スミスのものなんですが、結構ね、なんか重いらしくて普段つけ慣れない、時計をつけ慣れない人が重い時計をつけたら、なんかね、時計が反転してしょっちゅう動くから、なんか洋服にもすごい邪魔なんだよねって文句言われて、はぁ、失敗したなと思いながらね。ぜひ今日のメッセージテーマ、贈り物です。はい、たくさんメッセージお待ちしています。Weather report, traffic light.時刻は8時13分になったところです。さあ、続いてはお天気と道路交通情報をお伝えしてまいります。現在の宜野湾市上空は、まあ、曇り空も広がっていますが、その隙間から青空も見えていますね。沖縄地方は湿った空気や大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っていますが、雲の隙間で晴れているところもあります。今日の沖縄地方は湿った空気や寒気の影響により曇りますが、雲の隙間で晴れ間もあるでしょうということでね、今日は北の風やや強く曇り時々晴れということで、降水確率午前午後ともに 10% になっています。今日はね、まあ、曇ったりまた晴れたりといった天気、日中の最高気温19度になっています。で、沖縄本島地方、今日は空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いには十分注意してください。また沖縄地方の沿岸の海域では波が高いので、海上や海岸付近では高波に注意してください。確かにね、最近乾燥かなり気になりますね。だからハンドクリームだったり、あと口の周りが結構乾燥するのでね、このまあクリームをしっかりと塗っているんですが、皆さんも乾燥に注意しましょう。そしてね、火の元、火の取り扱いに注意しましょうね。おしまいに週間予報なんですが、向こう1週間は空気や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間の終わりは雨の降るところがあるでしょう。なお沖縄地方の海上では、早いところでは16日頃からしける見込みです。最高気温、最低気温はともに平年並みか平年より低く、期間の中頃は平年よりかなり低い日があるでしょう。降水量は平年並みの見込みです。
今日明日はですね、曇り時々晴れということで晴れマーク見えていまして、今日はね最高気温19度なんですが、明日は22度まで上がる予報になっていますんでね、明日金曜日の日中は結構暑くなるかもしれません。お洗濯日和ですね。そして16、17、土曜日、日曜日は曇りで降水確率が両日ともに 40% になっているので、少し雨の心配があるかなといったところ。そして週明け月曜日からは曇り時々晴れということで、あとは曇りマークが続いていますね。で、日中の最低気温が日曜日からですね14度になったりと、那覇のあたり中部あたりもだいぶ冷え込んでまいりますんでね、はい、ぜひ皆さん暖かい格好してお出かけしていきましょう。さあ、そして現在の道路交通情報まいります。まず沖縄自動車道高速道路ですね、全線ともにスムーズに流れていますが、那覇向けの石川インターチェンジ過ぎたところ、故障車があるようです。こちら通るときは注意してください。そして沖縄北インターチェンジから南までの距離ですね、こちらは南向け、工事のために規制中ということでございます。続きまして一般道です。国道58号です。伊佐交差点、王者名交差点付近は上下線ともにスムーズに流れています。牧港からぐすくまにかけて南向け、国道58号渋滞つながってますね、気をつけてください。そして前原交差点付近、王者名から前原にかけて上るところはスムーズです。ですが前原交差点過ぎると一部渋滞が見られますんで気をつけてくださいね。そして国道330号は漬け欄あたり、石平交差点あたりがこれはですね沖縄市向けは混んでいます。その他長田だったり、あとはがねこ付近は国道330号スムーズに流れています。以上、この時間のお天気と道路交通情報をお伝えしました。それでは一曲おかけします。ケイティ・ペリーでアンコンディショナリー。いいね、いいね。中野町の和樹さん。図書カードって嬉しいですよね。ね、なんか本もらうより嬉しいかも。あ、いいね。子供たちに図書カードか。自分で選ぶ楽しみがありますからね。寒いですね、足が。あ、大丈夫です。あ、スリッパ。もう、ありがとうございます。なんかここなんか冷えるんですよ、床が。あ、ここ確かに2階だし。下がないんですよ、多分。下が空洞ですよ。へえ、そうなんだっていう話題。2017年、15年前か。でも漫画とかでも見えるんじゃないですかね、図書カード。お金いいですよね。あの、私たちの結婚式で記念品贈呈の時間設けなかったんですけど、なんか旦那のこの職場の仲間の人たちがグラスいっぱいに札束を集めてもらったんですけど、一番嬉しかった。そうそうそう。なんか男の人たちそういうことやるんですよ。なんか
この場にいる人たちからいっぱい札集めて、そしたら意外とすごい額になってて、なるそう、結婚式だったら、ちょっとツイキャスフォローして、今日は何の日いいですか。CM もいっちゃいます。あ、ツイキャスやって CM いっちゃう。もうそのまま CM で、今思い出すっていう。たまらんから行きましょうね。たまらん行って、ツイッター行って、今日の日。たまらん行って。すぐ忘れるんですよ、私、やばい。たまらん行って、ツイッター行って、今日の日。で、CM。押し付けがましい人なので、私が親になったらこういうことやってほしいみたいなもので、すごい贈り物を送って、子供からへーこれいらないとか言われそうな親です。モーニングエイト木曜日、 FM ギノワンのスタジオから新庄由紀子が生放送でお送りしています。現在時刻は8時22分回りました。さあ、ツイッターにですね、いろいろと贈り物の話題で届いています。ありがとうございます。ききまるさん、何にでも交換できる魔法のチケット（通称お金）がもらって嬉しいなということで、いらないもの、空からの窓枠ということで、本当にいらないですよね。そしてもらって嬉しいものを現金ということでね、非常にわかります、その気持ち。そして中野町の和樹さん、はい、ありがとうございます。忘年会でもね、いらっしゃっていましたね。贈り物考えるのが面倒だから、図書カード1000円分かランチマップにしてますということで、いいですね、図書カードね。まあ、子供たちだったら選ぶ喜びとかもありますし、大人でもね、図書カードもらったら嬉しいんですよね。ランチマップね、1冊500円ぐらいしますっけ、1000円ぐらいだったかな。あの本、ランチマップっていう本があるんですけど、500円だったと思うんです、確かね。中野町の和樹さん聞いてたら、そうそうそう、中部エリアとかいろんななんかエリアごとにあって、その本を持っていけば今日のなんか日替わりランチが500円で食べられるとか、なんかクーポン付きの本みたいな感じですね。そうそうそう、それもらったら嬉しいですよね。確か1冊1人しか使えないので、2冊とかね、送ってあげると、この1冊は誰かさん用みたいな感じで、いいと思います。素敵素敵っていう感じで、来てないかな、ということでございます。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、贈り物で、はい、まだまだ皆様からのメッセージお待ちしています。さあ、そしてここからは私の
贈り物でございます。と言いますのも、はい、リスナー特典のお知らせ、モーニング8木曜日をお聞きの皆様にリスナー特典のお知らせです。宜野湾市野岳、野岳石畳道隣にあります宜野湾鶏卵販売本店より、こだわり味付け半熟卵たまらんをお一人様2パック先着で5名様に差し上げます。なお宜野湾鶏卵販売本店に取りに行ける方とさせていただきます。宜野湾鶏卵販売本店の場所は宜野湾市野岳北中城インターチェンジの出入り口から琉球大学向けに進み、2つ目の信号を左折、中城村上り股へ降りるように坂道を100メートルほど下りますと左手にあります。ぜひこの後9時30分から受付スタートとなりますんで、こだわり味付け半熟卵たまらんゲットしてきてくださいね。以上、リスナー特典のお知らせでした。さあ続いては、今日は何の日に参りましょう。今日12月14日は四十七士討ち入りの日なんだそうです。そしてね、忠臣蔵の日なんだそうです。1702年のこの日、赤穂浪士47人が本所の吉良邸に討ち入りしまして、主君の敵討ちを成し遂げたということなんですね。でこの事件を題材として歌舞伎奏本忠臣蔵など100種類にも上る作品が作られて、現在まで語り継がれているということですね。四十七士討ち入りの日、忠臣蔵の日、そして南極の日でもあるそうです。1911年のこの日、ノルウェーの探検家アムンゼンと4人の隊員が人類で初めて南極点に到達したということで、今日は南極の日になっております。続きまして、沖縄手帳より今日は何の日ご紹介してまいります。今日12月14日旧暦10月27日、旧暦も10月の末になっているということですね。満潮が4時56分、そして夕方4時39分、干潮が午前10時34分、午後11時24分。で、今日沖縄で何があったかと言いますと、2002年に沖縄アウトレットモールアシビナーがオープンしたということで、15年前にオープンしたんですね。もうなんかすっかりね、馴染んでますよね、アウトレットモール。確かになんかできた当時はこういうブランド品が、安く手に入るっていうことで、なんか喜んでたような記憶はありますね。今でもね、なんか隠れた品物だったりとか、いいもの掘り出し物って結構ありますよね。そして2014年には西原高校第42回マーチングバンド全国大会で最優秀賞ということで、西原高校のマーチングバンド部も本当に元気ですよね。毎年のようにいろんなね、世界で活躍したというニュースをね、届けてくれていますけれども、ありがとうございます。ということで、以上、今日は何の日のコーナーでした。 CM の後はですね、久しぶりにあのコーナー行きたいと思います。一冊1000円か。ありがとうございます。初めて聞きました。でもいいですよね、なんかそういうのね、ちょっと選択の余地があるけど、お金よりはなんかちょっとプレゼント感もあるし。ありますよね。いつでもサンタさんになれるような、はい、これすぐ行きます、もうすぐ行きます、ジングルから。あ、もうジングルから行って大丈夫。あ、いたいたいた。
いいとこいっぱい宜野湾巡り。いいとこいっぱい宜野湾巡り、懐かしいですね。はい、毎週金曜日にやっていたコーナーなんですが、私が今はね週に1回木曜日の担当ということでだいぶお休みしていたんですが、復活いたしました。さあ今日はですね、スポンサーさんでもあります鉛筆堂さんにお邪魔してまいりました。というのも今ですね、ドライフラワーの森の中で行われるやちむん5人展というものが開催中なんですよね。やちむんとそしてドライフラワーをなんかねミックス合わさった素敵なイベントを開催してますんで、まずは音を聞いてください。今鉛筆堂さんで開催中のドライフラワーの森の中で行われるやちむん5人展に今来ております。なんかねお店の中入るとこのドライフラワーのいい香り、そしてなんかドライフラワーがいっぱいあるんですけれども、そのタイトルの通り森の中にやちむんがいろんなところに隠れている感じで、この探すだけでもすごく楽しいんですけれども、さあ今日はスタッフの美恵さんとそしてゆき子さんが贈り物用としてこのやちむんとドライフラワーをセットにしたプレゼント商品を提案してくれました。まずは美恵さんにどんなものを選んだのか聞いてみます。美恵さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。どんな商品をプレゼントとして今日は選びましたか？今日は、はい、牡蠣とドライフラワーの花束のセットなんですけれども、うん、はい、こちらの牡蠣は、うん、北海道の陶芸作家さんが作られているんですけれども、うん、クレイノートさんっていう方の牡蠣ですね。色合いがとってもシックで、うん、茶色と紺と白ですかね。でストライプと水玉でできて、うん、模様がついていてとてもシックで可愛らしい感じがします。一輪挿しとしても使えますし、高さが割と 12-3cm ぐらいあるので結構なんか長めのお花を、ね、一輪挿すだけでもすごく雰囲気が出るなって感じがしましたけど、美恵さんはこの牡蠣とドライフラワーのセットはどういう人に使ってほしいなと思って選びましたか？そうですね、まあ、女性の一人暮らしの方とかでちょっとおトイレにちょっと飾ったりとか、玄関にちょっと置くのにとても溶け込む色合いなので、いいかなと思って選びました。さあそしてもうあと2つセットで、はい、こちらは大平真希さんっていう方の、はい、牡蠣なんですけれども、うん、手書き風の淡い色合いがすごく可愛いですね。そうですね、うん、で元々のこの土の色とかが、残っていて、この釉薬がかかっているとことかかっていないところの感じもとても可愛くて、うん、はい、でこちらは、コーヒーメジャーとカップ。おしゃれ。コーヒーメジャーが陶器になってるんですか？プラスチックじゃないんですね。そうです。いいですね。なんかこの冬温かいコーヒーが飲めそう。飲めそうです、でこちらと、これ素敵。あと小さいドライフラワーのミニミニブーケをつけました、うん、これはどういうイメージで使ってほしいですか？まあ、一人の時間とか、まあ、夜ちょっとコーヒーをゆっくり飲んだりとか、まあ、映画見ながらとか一人の時間をちょっと優雅に過ごせるようなセットかなっていうふうに思いました。そしてもう一つはなんか男性向けかなっていう感じがしますね。そうですね、こちらはタクノブさんっていう方が作っているんですけれども、この方も男性なんですけれども、まあ、動物とか、今回はバクのカップとお皿のセットにしたんですけれども、バッグがとっても可愛く描かれていて、ちょっとお気に入りです、うん、白を基調としてでバッグの黒がすごく、ね、印象的な感じしますね。そうですね、うん、こちらは、まあ、周りに
何も書かれていなくて動物だけが書かれているような感じなので、とてもなんかシンプルではあるんですけれども、ちょっとユニークというか面白い感じかなと思います。これはどういうイメージで使ってほしいと思ってプレゼントとしてチョイスされましたか？そうですね、まあ、ちょっと面白いので、お友達にあげても面白いし、あとは男友達とかでもまた面白いかもしれないなっていうふうに思います。この今回はこのバッグのセットにしたんですけども、アリが書いてあるものとか、ハチが書いてあるお皿とかもあって、まあちょっと好みによって変えてもいいなっていうふうに思います。今回チョイスしてもらったものは後でラッピングとかも、はい、そうですね、これはラッピングして、そのままも渡せる状態で買っていってもらえるようにしたいと思います。ぜひ多くの方に見て、まずはね、見てもらいたいですね。はい、ぜひいらしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今ね、いろんな音を聞いていただきましたけれども、この鉛筆堂さんでドライフラワーだけじゃなくって、まあ、似顔絵とかも販売しているんですけれども、いろんなイベントを提案してたくさんの方にこのお店に入っていただきたいなって、お店に立ち寄っていただきたいなということで、いろいろとねイベントをやっているんですが、今回は県外の作家さん5人の、まあ、作品をお取り寄せしまして、でドライフラワーがね、なんか森のようにアレンジされているんですよ。でそこに、まあ、いろんなカップだったり、あとは陶器で作られたヘアアクセサリーとか、あともう可愛いんですよ、このブローチとかですね、あと何があったかな、お皿とか、イヤリングとかいろいろあったんですけれども、それがね、なんか森の中にいる動物みたいな感じで、ちょっとね隠れてレイアウトされていて、なんかそれを見つけるのも楽しいですし、しゃがんでなんかこの作品を見れるようにいろいろレイアウトもアレンジしましたということなので、子どもたちといってもなんかねすごく楽しいなという感じがいたしました。でもちろん単品でも購入できますが、まあ、今回ねスタッフのみえさんとゆきこさんが、まあ、もうクリスマスも近いし、あとはお世話になった方にギフトを贈る、まあ、お歳暮のシーズンも近いので、いろいろとプレゼント用にということでチョイスしてラッピングをしてくださったんですが、まあね、これでいいなと思った方はぜひ見ていただきたいですし、あとは自分でもねこういうものを人に贈りたいなと思ったら、それを贈り物としてプレゼントするのもいいなと思いました。もう個人的にはですね、もうね鉛筆堂さんのスタッフさん、おそらくブローチ多分皆さん好きなんじゃないかなって思いますね。だいたい1000円前後ぐらいなんですが、とってもこのブローチが可愛いんですよ。大きく口を開けたもう口だけのブローチとか、あとはコーヒーのマグカップで実際にコーヒー豆が上にアレンジされていたりとか、はい、ぜひいろんなものありますんで、皆さんね立ち寄っていただきたいと思います。今日お邪魔しました鉛筆堂ですが、宜野湾市大山にあります国道58号でニトリと大山小学校のちょうど真ん中ぐらいですかね、58号北向け左側にありますんで、ぜひ立ち寄っていただきたいと思います。金曜日がお休みなんですが、それ以外は空いております。そしてこのドライフラワーの森の中で行われるやちむん5人展は12月25日月曜日クリスマスまでの開催ということなので、ぜひ気になった方はお出かけください。以上、いいとこいっぱい宜野湾巡りのコーナーでした。それでは1曲おかけします。エドシーランでパーフェクト。なんかすごく 音が大きく聞こえて、自分の声の音、なんでかね、でも私も同じ時になんかあれと思いました。多分なんかね、同じ時にあ、一番最初ですね、いいとこいっぱい宜野湾巡りな、なんでかな、動かないし、急に大きいと思って。おはようございます。お願いします。今日は就活。就活です。就活でもないですけど。
就活、はい、死ぬ時のことを考えてみよう。考え、あんまり考える機会ないですね。ないっすよ、うん、でも中尾さんでしたっけ、あの中尾さん、中尾明ですよね。中尾明さんはもう就活すべてやって、うん、もういらないもの全部捨ててお墓を作ったらしいんですけど、そのお墓がすごいらしいですね。かっこいいお墓らしくて、テレビで言ったんですけど、自分が好きなようにできる、うん、なんか楽しいだろうなと思って、もう残りの余生、人生がすごい楽しいだろうなと思いまして。楽しい楽しい。あのライトは万能、ハンガーにもなるし、ライトにもなるし、何でも。大丈夫です、ありがとうございます。慣れたね、すごいですね。画面見なくても大体この角度だろうね。カメラもやってる、あのこのこのなんか角度で分かります。そのままあのジングルから行って大丈夫です。次こっち流していいですか。はい、婚活先生山下浩二のここテストに出ません。続いては毎週木曜日のこのコーナー、就活先生山下浩二のここテストに出ませんです。スタジオには婚活先生こと山下浩二さんに入っていただきました。おはようございます。おはようございます。だいぶね沖縄も寒くなって、寒くなってきました ね、 今日の外気温16度だったんですが、山下さんも、ね、はい、長袖着ましたね。ついに長袖は割と着てましたよ。あ、本当ですか。着てなかったかな、うん、なんか半袖なイメージがあったので、はい、よかった年中半袖かと思いましたんで。いや、それはない。それはないですね、はい、風邪ひくからね。はい、さあもうなんかだいぶ冬らしくなったので、うん、こういったね婚活とか恋愛とか、うん、なんかやりたくなるなんか雰囲気になりますよね。そういった、うんうん、恋愛スイッチ入りません、ね、うん、どうでしょう。でも既婚者の皆さんもね、また一段と冷え込んだので、うん、一緒に出かけたいなとかっていう、こういったねなんかモードに入るかなと思いますが、まあ、でも本当にねこういうイベントを活用して、はい、そういうなんだろう、こうコミュニケーションを取っていってほしいですね、うん、夫婦になっても。そうですね、うん、そして、まあ、独身の皆さんだったり今、そうそうそう、恋人を探している皆さんにとってはすごくなんか焦りがある焦りかもう諦めがあるんじゃないかな、この時期になる、うん、ね、なんか昨日久しぶりに同僚、元同僚に会ったんですが、はい、なんかね、ゆきこさん最近彼氏と別れたんですよみたいな、でこれから合コン行きますみたいな、キラッキラしてたんですよ。いいないいなって言って、いいなじゃないですよって一応突っ込まれましたけど、なんかすごくキラキラしてると思って。キラキラしてる人はまだ救いですよね。だんだん辛くなってきますからね、うん、一応思いました。これが多分あと 2,3 年続いたらこの子も辛くなっていくんだろうなと思いながら、まあまあまあ、うん、今は楽しんでそうだったので、そうそうそう、まあ、うん、あの別れた後はちょっとね気分転換にちょっとテンション上げたいとね、うん、ずっと暗くても仕方ないので、うんうん、さあ今日はどんな話題ですか。あのタイトルコールで就活先生ってあったんですけど、婚活先生でしょ。いやユッキーが間違ってたんですけど、はい、ここテストに出ませんって言ってたんですよ。気づいてないと思います、うん、多分就活今日テーマだから頭にあって、はい、言ってたんですけど、あ、私就活先生って言ってました。
僕は聞いてました。あ、はい。じゃあ今日は就活の話題ということで。まあそうそう、テーマ、はい、あの就活、婚活なんですけど、うん、あのまあ、死ぬ時のことちょっと考えてみませんかっていうのをほうからちょっと婚活のプランというか結婚のプランもちょっと想像してほしいなと思っていて、うん、あのまあ、僕も別に就活とか死ぬ時のことを考えて結婚したわけじゃないんですけど、はい、まあ、最近、まあ、祖母が亡くなって、最近というか1年ぐらい前に祖母が亡くなったりして、うん、まあ、お葬式とか、まあ、な人が亡くなるっていうことに触れる機会があったんですね、うん、まあ、そう考えた時に、まあ、あのみんな高齢者になっていくわけじゃないですか、うん、ならあの結局みんな障害者になっていくわけですよ、うん、体のどっかが動かないとか、うん、認知症になったりとか、うん、まあ、そういった時に今は元気で一人でいいけど、そのサポートしてくれる人がいた方が安心じゃないかなとか、うん、あと無縁仏とかも増えてるんですよね、うん、あの結局親族が先に亡くなっちゃって、うん、兄弟も先に亡くなっちゃって、最後一人になった時に子供も、ね、配偶者もいなくて、うん、まあ結局それで何の手続きもしてなかったら本当に孤独死で無縁仏になっちゃうし、うん、まあ、まあ一人でも、まあ、葬儀とか全部行ってもらうように先に申し込んだりもできるので、うん、まあ、どういう最後を送るかによってその結婚のことも少し考えてみてもいいのかなと。うーん、で、まあ、その12月、本当に先週も話したんですけど、親族が集まる時期なので、うん、まあね、あんまり縁起のいい話じゃないかもしれないですけど、亡くなる時のことをみんなでちょっと考える時にちょっと結婚相手で、僕親になって思ったのが、うん、やっぱ子供は結婚してほしいなと思うんですよ。うん、孫の顔が見たいとかではなくて、うん、自分の息子とか娘を愛してくれる人が一人いるっていうことが安心感と、うん、まあ、やっぱ亡くなった時とか何か障害を持った時にサポートしてくれる人がいると、うん、まあ、自分の代わりに誰かね、うん、あの自分の子供たちを愛してくれる人がいたらいいなと、僕の方が先に行くだろうから、うん、って考えるとちょっと結婚も少し考えてほしいなと思うようになって、うん、障害を持って高齢者になっても婚活はできるんですけど、うん、そうじゃなくてもっと早めにっていうのをちょっと今日はそんな感じで、うん、就活から婚活考えてみませんかっていう感じです。うん、なるほど。自分の終える人生を終える時を考えて、うん、まあ、どういうふうに人生を終えたいかっていうところで、うん、やっぱり子供たちに囲まれたいなとかって思えば、うんうん、そういう願望になってくるだろうし、まあ、死んでしまったら何も多分感じはしないんですけど、うん、はい、やっぱ送り出される時に誰も周りにいないと寂しいかなっていう、うんうん、死んだら分かんないんですけど、うん、まあ、そう考えるとやっぱ結婚して子供がいることっていうのは死ぬ時にちょっと幸せな部分なのかなと、うんうん、と、はい、どうぞ。うん、やっぱりこういった婚活セミナーだったりとか相談に来る方で少し年齢層の高い方っていうのはそういったものもイメージされてらっしゃるんですか？あ、そこまでは多分言ってなくて、やっぱり老後、うんうんうん、何もすることがなくなった時にやっぱり一緒にどっか出かけたり、そういうパートナーが欲しいっていうのが一番大きいと思います。うんうん、だからあんまりやっぱ死ぬこと死ぬことって考えたくないじゃないですか。うん、だ死に際、でも死に際のこともこれから考えとかないと、いろいろ、まあ就活って終わるに活動で、うん、そういう言葉が出てきたぐらいなので、うん、まあ、それこそさっきねオフトークの中で中尾明さんの話もあったけど、うん、まあ、自分が死んだ後のことまで決めとけば安心かな。うん、でその時に周りに誰がいるのかっていうのを想像して、うん、まあ、これを機会にですね、親子でちょっと、まあ、こう自分の子供が結婚してなかったりしたらね、うん、親子とか親族で結婚どうなのみたいな、うんうんうん、死ぬ間際のことまでちょっと含めて話せればいいのかなと、うん、それでも一人がいいって言えばそれでいいと思うんですよ。うん、うん、だから大体結婚しなくてもいいと思ってる人は今経済力があって、うん、障害もなくて社会の中でそれなりにやっていけて、うん、コミュニケーション能力があって、うん、まあ、コミュニケーションしなくてもいいと思ってるんですけど、うん、まあ、死の直前になるとやっぱ誰かの支えって必要になってくると思うので、うん、まあ、多分行政も単身者に対して何かサポートはあると思うんですけど、うん、まあ、そういう意味では
いろいろ結婚に考える機会にしてほしいなと思います。そうですね、うん、なんか生涯連れ添う方がいたらやっぱり何か安心な部分もあるし、うん、そういうことを考えるとやっぱりね、なんかどうだろう、まあ、配偶者も先にどっちか死んじゃうので、うん、あれなんですけど、やっぱ子供がいると安心だし、うん、まあ、そういう意味でも子供には結婚して、うん、また自分の子供、孫さんね、孫をね、うん、っていう思いは親として、うん、うん、別に孫の顔見たいとかじゃなくて、うん、子どもの心配の一つとしてあるかなって感じです。やっぱりこういった年末だったりとか、うんうん、あとお正月で、まあ、家族揃った時に、うん、なんだろう、婚活とか結婚しなさいみたいなものをゴールに話をするんじゃなくて、みんなでなんか就活ってどういうものだろうね、うん、みんなにとっての就活ってどんなものみたいなところの中から話をね、広げていってイメージするっていうのも大事だし、ね、逆に私はすごく知りたいかも、親だったり兄弟だったり、うん、親戚の考えとかすごく知りたいかもしれませんね。そうそうそう、あと今もうずっと独身でいいって思ってる方の考えも、そう、このね、家族間の会話の中で聞きたいかもしれませんね。独身でいい人も結局今の現状で満足していて、うんうん、その後の老後のこととかあんまり考えてない人も多いので、うん、うん、だからその辺を、まあ、本当に結婚はしてもしなくてもいいものなので、うんうん、でも結婚する予算はそういうところにあるのかなと思うので、うん、まあ、こういう切り口としてね、うん、就活とか、結構結婚しようと思ってもなかなかできないっていう話をしてる人がいるよとかでもいいと思うので、うんうん、その、ね、お互いに膝を突き合わせて話さないとわからないのかなと思いますね、うんうん、私の友人ではなんか長男さんが家から出たそうで、うん、それを次女が継ぐことになったらしくて、なんか長女も別のもうお家に嫁いじゃったので、まあ、もうそのお家の長男さんとやっぱ結婚したからっていうことで、うん、次女に回ってきて、今まだフリーなんですけど相当焦ってますね。どうしようかな、もう家のこともあるし親のこともう親も私たちの世代だとちょうど、うん、もうね、今後のことを考えなきゃいけないので、うんうん、もうどうしようみたいな、あの土地どうしようみたいな、そう、大丈夫かなと思いながら、ね、はい、沖縄大変なところが多いので、うん、はい、まあ、そういうことも、まあ、逃げずにね、うん、その相手の意見を尊重しながら、したくないものはしたくないだろうから、うん、その理由もしっかり聞きながら、こういうことを自分たちは心配しているっていう気持ちを伝えるのは大事かなと思います、うん、またね、皆さんで話し合うっていうのも非常にいいかなと思います、はい、ということで、はい、毎週木曜日、婚活先生山下浩二のここテストに出ません、お届けしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲おかけします。石ころさんからリクエストいただきました、ありがとうございます。ボーイズ2メンで Let It Snow。 選べたらいいんですけど難しいですからね、さり際選ぶと。そうですね、さり際、今一度ですか、寒いですね。沖縄は10度切ったら冷夏だと思ってるので、うん、お疲れ様です。ありがとうございました。ちなみに3分半ってありますないですよね。余ります、余ります。1分ぐらい余る感じですか。メッセージ行きたい。10秒、あ、10秒ぐらい、はい、
しいって言われてすぐ答えられますか？今ホワイトパンツが欲しい。よくよく楽ですよね、ホワイトパンツ。靴、いつもなんか靴に増えてます。靴が欲しいいつも思ってます。確かになんか靴は何足あってもいいですよね、雰囲気変わりますからね。じゃあメッセージ、曲変えてもいいかなって感じ、はい、さあお届けしたのは石ころさんからのリクエストでボーイズ2メン Let it snow でした。さあここでメッセージ1つご紹介します。安い男だぜ俺はということで、はい、石ころさんです。もらって嬉しいもの、ガラクタ以外なら何でもいいです。値段よりその行為が嬉しい限りです。だから誰かなんかちょうだいということで、石ころさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。今日も元気におはもっこりということなんですが、わかるかもね、なんか値段っていうよりもその方が私のために考えて送ってくれたものって思うと本当に何でも嬉しいですよね。でそれでいてなんかすごく自分にぴったりだったらなお嬉しいみたいな、わかるなその気持ちね。石ころさんに誰かなんかあげてください。まあ強いて言えば何が欲しいですかね。石ころさんは物だったらね、もう人それぞれだから、やっぱりこの人のことをしっかりとね知っているっていうことも大事ですよね。そうするとなんかぴったりとした贈り物も贈れるし、うん、石ころさんのこと今後いろいろ探っていきたいと思いますんでね、はい、これからもたくさんこのラジオで参加していただきたいと思います。メッセージありがとうございました。さあこの後は CM 挟みまして、新聞記事のニュース、そしてまた CM でいろいろメッセージご紹介します。アメリカ軍ヘリの窓、校庭に落下。普天間第二小体育の授業中、アメリカ軍ヘリの窓、校庭に落下。昨日午前10時8分ごろ、アメリカ軍普天間飛行場所属の CH-53E 大型輸送ヘリの窓が、宜野湾市立普天間第二小学校の運動場に落下しました。宜野湾署によりますと、窓はおよそ90センチ四方の
12月14日木曜日、この時間は FM ギノワンのスタジオより琉球新報沖縄タイムスの記事をお伝えします。まずは沖縄タイムスからです。アメリカ軍ヘリの窓校庭に落下、普天間第二小学校体育の授業中。昨日午前10時8分ごろ、アメリカ軍普天間飛行場所属の CH-53E 大型輸送ヘリの窓が宜野湾市立普天間第二小学校の運動場に落下しました。宜野湾署によりますと、窓はおよそ90センチ四方の金属製の外枠があり、重さはおよそ 7.7 キロ。アクリル製とみられる透明板が現場に散乱しました。発生時は体育の授業中で、児童54人が運動場におり、十数メートルの距離にいた小4男子の左肘に風圧で飛んできたものが当たり、痛みを訴えました。キャン・エツコ校長は、許しがたく憤りを感じていると述べ、沖縄防衛局にアメリカ軍機が同小学校上空を飛行しないよう求めました。一方、外れやすい構造。自衛隊関係者によりますと、一般的に操縦席付近の窓は、緊急時に脱出できるようレバーを引っ張れば簡単に外れる構造になっているといいます。今回、アメリカ海兵隊の CH-53E ヘリから窓が落下したのは、関係者は乗組員が誤ってレバーを操作したか、整備で窓を装着するときにしっかりはまっていなかったという、はまっていなかったというような整備ミスではないかと推測しました。次に琉球新報市町村面からです。公民館活性化の軸に、地域コーディネーター養成講座宜野湾地域づくり塾2017の最終発表会がこのほど宜野湾市の内泊公民館で開かれ、5つのチームが内泊の活性化に向けてそれぞれのアイディアを発表しました。参加者は開かれた公民館を実現するために人が集まる料理イベント開催やエーサーを通した3世代交流会や祭りを開くことなどを提案しました。おしまいに沖縄タイムス地域面からです。レク活動で功績、6人1団体を表彰。第30回県レクリエーション研修会およびレク仲間の集いが3日、宜野湾市内のホテルでありました。障害スポーツレクリエーション活動賞に金城さんら6人、有料団体賞に県福祉レクリエーションネットワークを表彰しました。受賞者を代表して山内真理子さんは、職場や地域にレクの楽しさを提供することでたくさんの笑顔を見ることができた。今後も多くの人と絆を大切にし、レク活動に精進したいと抱負を述べました。以上、この時間 FM ギノワンのスタジオより琉球新報沖縄タイムスの記事をお伝えしました。モミさんから久しぶりにメールが来てるんですが、はい、読み切れるかなっていう
2通行ってよあのリクエストかけて書きますね、はい、この歌詞で、はい、ライスユーグラス。改めましておはようございます。モーニングエイト木曜日 FM ギナワンのスタジオから新庄由紀子が生放送でお送りしています。時刻は9時6分を回りました。さあ今日のメッセージテーマは贈り物なんですが、ここで琉球新報から一つね、なんか嬉しい、まあ、素敵な取り組みをご紹介したいなと思います。小さな子どものいる家庭にサンタを派遣している NPO チャリティーサンタ沖縄支部が、まあ、今年から一人親家庭に無料でプレゼントを贈る取り組みを始めるということです。で、まあ、東京でもこういった NPO の活動がありまして、沖縄では今年からということなんですが、2年前に発足した沖縄支部はこれまで希望する家庭への訪問に限っていたそうなんですが、今年から基金を活用して一人親家庭の子どもたちにプレゼントを贈るということです。で、素敵だなと思ったのが、まあ、当日は事前に保護者から子どもたちのいいところとか応援の言葉を預かってサンタが伝えるというサプライズもあるということで、初めまして感がないということですよね。で、訪問を希望しない家庭でも申し込めば子ども宛にオリジナルのサンタからの手紙を届けることもできるということです。どうでしょうか、この取り組みね、なかなかいい取り組みだなと思いますけれども、ぜひこの沖縄支部はですね、サンタに扮するボランティアへの参加と、あとはこういった基金へ一口3000円の寄付を呼びかけているということなので、ぜひこの詳しく知りたいなという方は今日の琉球新報生活面の紙面、ぜひご覧いただきたいなと思いますよ。ね、なかなか送りたくても送れないといった家庭の事情だったりとか、あとはね、なんだろう、勝手に人の家庭に入り込むのはどうかなと思いますが、おじいちゃんおばあちゃんたちがね、こういうことを申し込んでみて、お孫さんの家にちょっとこういうサプライズをやってみるとかっていうのもいいのかなと思いましたね。素敵な話題ご紹介しました。さあここで皆様からいただいていますメッセージご紹介したいと思います。この方です。かなり久しぶり。はい、さあ雪姫ゆき、テーマ世間に迷惑かけた窓ということで、モーミー IBC が今日のテーマそれじゃないです。ゆき、忘年会の二次会はお疲れ様。二次会ね、そう、二次会にも参加しました。私ヤシがトイレ終わった後チャックが壊れたやっさって、ふーん、ワンユッキーに言われるやかは自分ってなんか公表した方がいいやっさって思って、普通にユッキーにごめん世間に迷惑かけた窓が開いちゃって閉まらなくなってるって見せたさって見せてましたね。でもね、私ちょっと視力がよくないのであんまり見てなかったんですが、見えてなかったんですが、でもユッキーになんか万遍な笑顔で素敵って言われたから自信がついて、私言った？世間に迷惑かけた窓を全開でステージにも立てたさーって、普通の女子がお願い丸バイで国際通りスキップで走ってって言われたらフラーあらんな、
やーがしえって言うけど、ユッキーに言われたらはいわかりましたって爽やかにブーライサッサイしてスキップするはずって、本当に本当にちょっと私がなんか共犯者みたいになるから嫌だな、それは言いたくないな。これくらいユッキーや不思議な力持ってる話かわいやしが、かわいしがセンスルブしよう、時間がないから3つしか歌ってねえらんしが、ワンも久しぶりにボイス送ろうや、安心へまたやーさいということでいただきました。あーもみさんのメッセージ懐かしいな、なんかいいですね、なんか文章からもみさんっていうのが伝わってきますよね、このワードがね、もみ ABC がとか丸バイとかね、あーありがとうございます。ぜひ今年も残すところ、あ、来週が最後の放送になりますね、このモーニングエッド木曜日、はい、ぜひメッセージ、もみさんまた来週もお待ちしてますよ。私がね、なるべく早くメッセージテーマを皆さんに発表していたら、もみさんもね、世間に迷惑かけた窓とかっていうものじゃなくなるかもしれないんで、早めに早めに送るようにします。はい、メッセージありがとうございます。さあ、この方からも参りましょう。いただきました。ゆっきーさんとゆきさん、生放送お疲れ様です。めいちゃんですということで、今日はお仕事お休み、土曜日からもお休みなのでゆっきーさんも行くのかな、ラジオ祭りということで、うん、では贈り物、これまでとある番組のクリスマスプレゼントでタブレット PC ですねって、へーゲットしたんですね。かなり重宝してます。ラジオを聞く用としてですけどね、使っていますが便利で最高なプレゼントでしたということでいただいたそうです。へー、タブレットパソコンいいですよね、結構手軽な感じですよね。私ね、実家にタブレットパソコンあったんですが、なんかなかなか活用できていませんでしたね、私たち家族は。そう、逆になんか子供たちのおもちゃみたいな感じになっちゃったんですが、でもねこれ1台あると、まあ、そういったラジオを聞くこともできますし、動画映画を見たりとかもねできるので、うーん、非常にいいプレゼントでしたね。タブレットパソコン、こういったなんかパソコン機器をもらうとすごく重宝しますよね。私も今実は仕事で使っているパソコンは主人からの贈り物です。何が欲しいって言われて、行ってみようと思って行ってみたら買ってくれて、よっしゃラッキーと思いながらね、そうそうそう、まあ、これは頑張ってって意味も込められてるからね、頑張るんだよってなんかすごい圧をかけられた記憶はありますけど、うん、でもありがたいです。はい、ありがとうございますということで、はい、さあ、めちゃんさんからリクエストいただいているんで1曲おかけしたいと思います。Oh wait, 1, 2, 3, 4, 79.7, 5, 6, 7, 8, Kino One FM is here today! おはようございます。12月14日木曜日、時刻は8時を回りました。モーニングエイト木曜日、 FM ギナワンのスタジオから新庄由紀子が生放送でお送りします。さあ、もうね、このギノワン市の今上空がちょっと慌ただしくなってますけれども、アメリカ軍ヘリの窓、まあ、校庭に落下ということで、昨日ですね、もう本当に FM ギノワンのすぐ近くにある普天間第二小学校、まあ、米軍基地に隣接している小学校なんですけれども、その校庭にアメリカ軍ヘリの窓が落ちたということで、私実際に昨日はあの RBC の報道フロアにいたんですけれども、その様子がきちんとこの天気カメラでもしっかりと抑えられていて、怖いと思って、で最初どこに落ちたのか分かんなかったので、もう本当に自分の家の近くだったらどうしようとかですね、本当に宜野湾市に住んでいるとそういったヘリコプターってすごく低空飛行ですし、最近は保育園であのヘリの部品が落ちたりと、もう本当にね、
いつ自分の頭上に落ちてくるかわからない、そして、まあ、自分の家族が、ね、あとは子供がいる人にとっては、ね、本当に心配だと思うんですよね。この話題は、後ほど9時台のニュースのコーナーでもしっかりと皆さんにお伝えしたいと思います。さあ、そして FM ギノワンでは先週忘年会がありまして、私も参加してまいりました。忘年会、 FM ギノワンの忘年会初めて行ったんですが、まあ毎週パーソナリティがこの FM ギノワン変わっていて、この曜日交代、曜日ごとのパーソナリティが集まって、そこで会話をしたり、あとはゲームをしたりとね、とっても楽しいひとときだったなという感じがしました。で、今回この忘年会を参加してよかったなと思ったのが、普段こうやってラジオだったり、あとはツイッターを通して会話をしているリスナーさんと直接お会いすることができたので、もう本当にね、ラジオを聞いている側の皆さんがいろんな意見を持っていたりして、すごく参考になったので、今回のね、この私の忘年会の目的の一つがそれだったので、すごく充実した日になりました。そしてなんかもっとできることいっぱいあるなって、ちょっとほろ酔いだったんですが、しっかりとそういうことも考えながら、はい、忘年会すごく楽しかったです。ありがとうございました。幸せ言葉、幸せ言葉、このコーナーでは、まあ、皆さんのハッピースイッチだったりやる気スイッチ、そういったものが入るような言葉をご紹介しております。今日はですね、仕事の基本、暮らしの基本100という松浦八太郎さんの本からご紹介します。今日の幸せ言葉はこちら、誰でも知っていることを、ということで、まあ、これは仕事に関することですね。日々の仕事に大切なものは発見と発明、新しい工夫です。それでも覚えておきましょう。誰でも知っていることこそ一番強いテーマだと。誰でも知っているからもう古いのではありません。普遍的なものの中に無限の新しさが潜んでいます。よく知っている当たり前の中に、みんなが欲しいもの、みんなが知りたいことがある。新しい切り口で普通のことを眺めてみることにしましょう、ということなんですが、誰でも知っていることを掘り下げることで、確かにこの今少しテレビのお仕事などもさせてもらっていますが、沖縄の魅力を再発見しようというコーナーを担当することがよくあるんですが、まあ、それも確かになんか普通に見たらそこには何もないっていう、ちょっと当たり前なことを違う角度から見ると、これが新しい沖縄の魅力だなって感じたりとか、そういうものって見えてきますよね。誰でも知っていることを深く深くやってみる、なんか非常に思うんですけれども、こういった新聞の話題だったりとか、そういったものもなんか知ってるようだけど違う角度から調べてみたらまた面白かったりとか、あとは意外と知っていないことがそこの中にあってっていうこともいろいろあるのでね、ぜひ、はい、これなんかハッピー幸せ言葉につながってるのかなって今自分の中でありますが、すいませんね。誰でも知っていることを、ということで、はい、今日の皆さんの仕事のヒントに活用していただければなと思います。Oh wait, 1, 2, 3, 4, 79.7, 5, 6,
おはようございます。12月14日木曜日、時刻は8時を回りました。モーニングエイト木曜日、 FM ギナワンのスタジオから新庄由紀子が生放送でお送りします。さあもうね、このギノワン市の今上空がちょっと慌ただしくなってますけれども、アメリカ軍ヘリの窓、校庭に落下ということで、昨日ですね、もう本当に FM ギノワンのすぐ近くにある普天間第二小学校、米軍基地に隣接している小学校なんですけれども、その校庭にアメリカ軍ヘリの窓が落ちたということで、私実際に昨日はあの RBC の報道フロアにいたんですけれども、その様子がきちんとこの天気カメラでもしっかりと抑えられていて、怖いと思って、で最初どこに落ちたのか分かんなかったので、もう本当に自分の家の近くだったらどうしようとかですね、本当に宜野湾市に住んでいると、そういったヘリコプターってすごく低空飛行ですし、最近は保育園であのヘリの部品が落ちたりと、もう本当にね、いつ自分の頭上に落ちてくるかわからない、そして、自分の家族が、ね、あとは子供がいる人にとっては、ね、本当に心配だと思うんですよね。この話題は、後ほど9時台のニュースのコーナーでもしっかりと皆さんにお伝えしたいと思います。さあ、そして FM ギノワンでは先週忘年会がありまして、私も参加してまいりました。忘年会、 FM ギナーの忘年会初めて行ったんですが、毎週パーソナリティがこの FM ギナーは変わっていて、この曜日交代、曜日ごとのパーソナリティが集まって、そこで会話をしたり、あとはゲームをしたりとね、とっても楽しいひとときだったなという感じがしました。で今回この忘年会を参加してよかったなと思ったのが、普段こうやってラジオだったり、あとはツイッターを通して会話をしているリスナーさんと直接お会いすることができたので、もう本当にね、ラジオを聞いている側の皆さんがいろんな意見を持っていたりして、すごく参考になったので、今回のね、この私の忘年会の目的の一つがそれだったので、すごく充実した日になりました。そしてなんかもっとできることいっぱいあるなーって、ちょっとほろ酔いだったんですが、しっかりとそういうことも考えながら、はい、忘年会すごく楽しかったです。ありがとうございましたね。えもう12月も年末に入りまして、忘年会シーズンね、入りましたね。本当に週末23分を回りました。なんかね、ゆきさんすごく優しい、ありがとうございます。今日私幸せ言葉ね、これでいいのかなって不安に思いながら、ちょっと自分が不安になるなよって思うんですが、いやそこはいいと思いますよっていうことで、ありがとうございますね。あの毎日同じようなことをやっていると、それって自分がやってること大丈夫かなって思うときに、誰でも知ってることを大切にするっていうことを聞いたらいいんじゃないですかって。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。さあ、モーニングエッド木曜日8時からお届けしましたが、もうエンディングですね。まずはスポンサーさんご紹介します。モーニングエッド木曜日、この番組は宜野湾市にあるメナードフェイシャルサロン、花娘、ティーラ、ノイジの花の3店舗、ずっと通える場所になりたいヘアサロンカム、気持ちが伝わる贈り物、宜野湾市大山似顔絵ドライフラワー専門店鉛筆堂、沖縄の新鮮卵宜野湾鶏卵販売、ほっと一息大切な時間をジャーダンの提供でお送りしました。さあ、ここでいつメッセージありますんでご紹介します。おはようゆっきーさん、ということで銀のトロンボーンさんからいただいています。今日のテーマ、贈り物、プレゼントに応募して当たったものだと今も使っていて便利なのが、 RBCI ラジオからもらった、ラジコスタート記念にもらった iPad mini かな。その他にもラジオ局からは応募して当たり、いろいろいただいている。自分もケーキとか差し入れしたり、誕生日がわかる方のパーソナリティには贈り物などしてるけどね、ということで、PS ゆきさん、月曜日に泣き人の北風に吹かれて鼻風邪ひいたかな、ということで、そう、泣き人行ったんですけど非常に寒かったですね。風邪はひいてないですけど、はい、ありがとうございます。ということで、はい、今日のメッセージテーマは贈り物でお届けいたしました。もうね、来週にはクリスマス、再来週か、
クリスマスやってきますね。皆さんも素敵な贈り物探してね、大切な人に送ってみてはいかがでしょうか。そしてモーニングエイト木曜日は来週が今年ラストの放送になります。なるべく早めにテーマを送りますので、はい、皆さんたくさん来週もメッセージお待ちしていますよ。モーニングエイト、お相手は新庄由紀子でした。ありがとうございます。